の狐の像、どうかで見なかった？道を塞いでいた2体の狐と同じ形だな。ここには1体しかないようだが。こいつは何かある。ちょっと調べてみねえか。へえ、それが刑事の勘というやつか。俺は刑事じゃねえ、公安だ。うまく使って敵を巻き込んぜ。任せた。オッケー、ヘルトだ。こういうダンサーのスキルが決まった。我が輩までメロメロ。ほら、こいつって。気をつけろ。オービーガチだからね。追撃するぞ。アンサー華麗につなげたな。どんなもんよ。追撃するぞ。アービス、ちょっと敵の攻撃が来る。みんな備えて。助かったよ。あれ使っていいか。余裕の相手だ。パパッと片付けろ。あいつは任せないよ。やけどするよ。すごい。よし、敵の攻撃力が下がった。ありがとね。炎上してる敵がいる。真空が隔裂で追撃だ。あと半身スイマサー。すげえ、華麗だな。我ながら見事だ。これで最後ジエンドだ。運動を渡す。強敵だぞ。弱点の疾風を狙ってけ。ここでペルソナだ。まだまだ。コーナーの追い打ちが決まった。優秀だね。当然だ。よし、モナが強敵を撃破。すごいぞ。爪の目が光っているぞ。ジー、いや、俺じゃない、あっちだ。確かに光ってるな。何か意味があるのか。こいつが道を塞いでた像と同じなら、あっちにも変化が起きてんじゃねえか。おっさん、推理とかできんだな。刑事ドラマとか出れんじゃね。俺は現役の警官だっつうの。とにかく一度引き返そうか。それで2体の狐も確認しましょう。シャドウ、いないみたいね。